はい、どうもコンシェルジュです。遠距離恋愛で復縁に成功できる方ってどういう方か教えて差し上げます。それはその相手、元カノ、元彼が住んでるその遠距離のその場所に比較的柔軟にフットワーク軽くピュッと行ける人っす。でね、世の中には意外なんだけど、僕にとってはかなり意外なんだけど、行こうとしないで復縁成功させようとする人いるんですよ。電話だけ、 LINE だけ、 SNS だけでその遠距離のそのあれを埋めようとして、その状態で復縁しようとする方がいるんです。それは無理だぜ。うん。それは無理。無理っていうか、頑張って頑張って、なるべく行くっていう気持ちがあればいいんだけど、その気持ちがね、ほとんどない。まあ、その、現状のままで復縁できるでしょって思っちゃってる方がいて、で、そういう方はどういう方かっていうと、例えばその、ツイッターとかで、なんかの、その、ゲームの同じソシャゲというか、スマホゲーをやってて、それで仲良くなって、で、付き合った。遠距離で付き合った。でも別れちゃった、みたいな。で、ちょいちょいは会ってたけど、でもまあ遠距離だし、なんか別れちゃった。っていう方とか、なんかそのまま復縁できると思ってる。それは無理です。行く気持ちがないと。行く気持ちがあればいいよ。行く気持ちがあって、でも今お金ない。マジで、行くまで3万かかるとする。往復で。1泊2日で。3万ねえ。これ仕方がない。いや、今一生懸命その稼ぐなり、なんか自分の持ってるものをメルカリで売るなりして、なんか、3万円稼がないと実際いけないから。その努力をする人全然 OK。でも、行かない前提になっちゃってる人いるんですよ。それは復縁ができないです。本当に愛してる人のところにだったら、会えなくたって行きたくないですか？本当、あなたにとって本当の愛ってそのレベルですか？で、思い起こせばなんですけど、僕がかなり若い大学ぐらいの時に、僕は所沢に住んでて、で、所沢から熊谷に住んでる彼女と、女性と出会い系で知り合って付き合ったことがあったんですよ。で、車で、そこ高速道路ないんで、車でどれぐらいかかったかな、あれ。一山越えるから、1時間から1時間半はかかったね。若干遠距離ぐらいな恋愛があった時に、行きたかったよ。もちろん振られたの。振られた。浮気されて振られるわけだけど、その後、理由なく行ったけどね。まあ、ガソリン代と時間はかかるよね。で、まあ、3万とかはかかんないよ、さっき言ったみたいに。でも、まあ、ガソリン代往復、まあ、5000円ぐらいかな。燃費の悪い、半端スポーツカーみたいな車乗ってたんで、当時。往復で5000円ぐらいかかって。で、まあ、時間だ、なんだ。まあ、削られて。それでも会えなくても、別にその、なんだろう。その時はそのストーカーするっていう意識は僕の中でまだ生まれてなかったから、初めての恋愛だったの。だから、あいつの行動を調べるっていう意識すらない。ぐらいな、ピュアな時で。その時は、その相手が住んでる熊谷の、そのさらに山奥ら辺。ブーンって走ってたね、車で。この地域っていうか、まあ、何回も見たことある景色だし、思い出の景色だから。ただそこを、ただドライブしたかったの。別にその、寄ったりとか、家の近く寄ったりとか、職場の近く寄ったりとかしてないね。その街の、まあ、国道みたいな、県道みたいなところを走って、なんかしんみりしてたわ。すごく好きだったからね。それがない人いるんですよ。その、遠距離だっていう理由により。本当に愛してて、本当に大好きだったら、遠距離でも同じエリアにいるだけで幸せにならないかい？で、そこでストーカーみたいなことしちゃうのが心汚れちゃってる大人なんですけど、ストーカーみたいなことでの目的のためではなく、ブラッとただ行く。その人が住んでるところに。空気を感じに行くだけ。そういうことできる人は、復縁成功率高いです。その時にもちろんお金かかるの。だから当時のその大学生のね、苦学生の僕にとって、まあそもそも車維持するのも大変だったし、まあ往復5000円ぐらいのガソリン代って、まあまあ結構な出費なんですよ。だから社会人のあなたにとってみれば、まあ2万ぐらいの出費じゃないですか。普通のね、普通のお給料をもらってるレベルの人だったらね。暑いでしょ。それを頑張って僕は貯めて、その削って行ったよね。だから遠距離恋愛で復縁したいんだったら意味もなくその3時間4時間かかるかもしれない。例えばあなたが大阪に住んでて相手が福岡かもしれない。あなたが東京に住んでて相手がまあその仙台とかかもしれない。行ける。大阪福岡行けるしょ別に。高速、特に男性だったら絶対行ける。高速のみで行けるでしょ。まあお金はかかっちゃうよね。どれぐらいかかるかな。
ガソリン代と高速代を含めて往復で1万5000から2万ぐらいかかる。だったら飛行機で行っちゃった方がいいか。とか、うん、まあその辺も、まあその、まあいろいろありますけど、それでもっと遠距離に住んでる人もいるし、どんどんお金かかっちゃうんだけど、距離長くなれば長くなるほど。でも、行くっていう気持ちを捨てないで、そしてね、相手から、その嫌われてる、ものすごい嫌われてる状況だと、今、何々県に来てるんだとかって連絡すると、うわ、怖って思われるから、連絡しちゃダメなんだけど、相手と、まあ、別れてはいるけど、連絡できるぐらいな関係なんであれば、今たまたまこういうところに来てるんだとか、直接相手に連絡しちゃってもいいんですよ。で、そこでやっぱり、会おうとか、今ここにいるから時間ないとか聞いちゃうのは重い。こっちが勝手に言ってるだけなんだから、そこで会おうよだなんだ言っちゃダメなの。来てるよっていう。結構フットワーク軽いんですよ、自分。軽くなりましたよとかね。そういうアピールをするために、今ここに来てるんだって。やっぱ、ちょいちょい来るといいところだよねって言ったりとかして、ただ送るだけ。うん、まだそんなにキモいほど嫌われてない場合ね。で、キモいほど嫌われてる場合、もう本当に連絡しないでって言われてるレベルの場合は、まあ、行って、で、そこでなんか活動してね、写真を撮るなり、そこの有名な観光スポットとかに行って写真を撮るなりして、で、それを自分の SNS に上げたり、LINE のプロフィール写真に、こうアップしたりとかして、自分のプロフィール写真を変更してね、なんか、そういうのをアピールする。うん。で、その程度だと多分ストーカーしに来たとは思われないと思う。例えばその時もいつも着ないスーツとかで行って、スーツで写真撮れば、あ、なんか仕事で来てんのかな、系の話にはなるし、ギリギリ、まあ、ストーカーだとは思われないレベルで、あ、来たんだ。怖いって一瞬思うかもしれないけど、よく見ると、そんな感じじゃないとか、あとその友達と一緒に旅行がてら行くのもいいよね。で、友達と一緒にウェイつって写真撮る。女の子も一緒ですよ。友達と一緒にイェイって写真撮って、で、LINE のプロフィール写真に上げておく。アップして、変更しておくってことだ。したら、それはさすがにね、怖くはないよね。そういうことできる人は、結構遠距離でも復縁成功できますね。でも、それできないっていうか、やろうとしない人は、なかなか復縁成功できないかなと思いますので。で、実際僕のその今までの経験上、依頼者さんの中でも、その動き、できる方は、やっぱり復縁成功率遠距離でも高いですし、やりましょうって言っても、やらなかった方もいて、それ。やっぱ、リスク取っちゃうんですよ。やらない方どういう方が多いかっていうと男っすよ、やっぱ。復縁できるかどうかも分かんないのに金使いたくないと思ってるの。ああ、もう今言ってて嫌だ、その気持ちが。もう男の僕でも友達になりたくない、そんなの。どこまで打算的な生き方して今まで生きてきたの？それは親に教えられた？自分その生き方してて親の顔に泥塗るって思いません？恥ずかしくないですか？僕は嫌だ。僕は自分自身恥ずかしいし、そんな生き方をしてると自分自身が、なんか自分の親とか自分のじいちゃんばあちゃんとかまでそういう小貧乏な性格してたんじゃねえかって、なんか誰にこう教えるわけでもないんだけど周りから思われそうな気がしてすごく嫌だ、うん、自分のその家族というか親、じいちゃんばあちゃん、そのご先祖様にそんな泥塗りたくないね。そこまで打算的に考えないと動けないというか、打算的に考えて成功率低いから行かない、そのお金かけて無駄になるのほぼ分かってるから行かない。いや、そういれば、それは圧倒的に間違いなんですよ、その生き方っていうのは。人間関係においては、仕事だったらあるよ。僕も探偵時代は、そのサラリーマンで探偵さんやってた時代は、やっぱり出張行くときに経費がこれだけかかる、時間がこれだけかかる、で出張して、その例えば何か浮気調査とかの契約をいただけるであろう、その契約金額の、要はその利益だよね、利益はこれぐらいだったらこれ行く意味ねえなっていう判断はある。それは仕事の場合です。人間関係と仕事って全然別なんで、人間関係においてその仕事みたいな損得感情で損するから行かない、そういう打算的な考え方しちゃってんのは絶対に幸せになれないです。その復縁できなくてもそれ以外の恋愛でも絶対にうまくいかないし、友達も多分全然できないと思うし、ちゃんとした仲良しの友達もできないし、絶対にダメです。
それを考えてみて、遠距離恋愛で復縁したいんであれば、今の話をそのすごく胸に刻んでください。で、会えなくても、もちろん会うつもりもなく、その元カノ元カレ住んでるところ行こうぜ、マジで。それぐらいの柔軟さ、あの、動ける足持ってよ。復縁したいんだよね。家の中で、自分のそのコンフォートゾーン、まあ、快適エリアで、生きてる限り、現状は変わんないんだよ。現状変えたいんだったら、めんどくさいこととか、金かかることとか、手間かかること、時間かかること、やっていかないといけないのよ。ね。ぜひ、頑張ってください。応援してますので、頑張っていきましょう。今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。